ええこんばんは、こんばんは,ーこんばんはーどうでしょうか。よいしょー、こんばんはー。はいということでですね、本日が十一月二十六日ということで。 木曜日、えー、とま,あまずあの先週はご迷惑をおかけしました、<laughs> あのー、えっ、ー、とですね音声がなぜああなったかをですねエンジニアの伊藤春久さんとですね分析したところおそらくこうなんじゃないかあの見たところ、ね、iPhone のマイクのところには何もかぶさってなかったんですよ。なんか カバーが挟まってるとかだったのかなと思ったんですけどなんか最初出だし自分の声が OK だったので、まあ、ここに iPhone こうやって設置してで僕がこう喋るとまあマイクがねあのなんていうかあの音声が取れるんですけどなんかあのここに。 こうやってなんかみんなしゃ演習場にこう喋り出しちゃうとなんかこうマイクの拾う範囲が広くなってなんかあれなんですねここの真ん中の帯域が抜か抜けちゃうらしいんですねだからなんかのちょっとこう真ん中が位相がずれたようななんかスコーンってなくなったようななんか周りの空調音だけしか拾ってないような音声になったんじゃないかという 話、うんまあ、ちょっとね今日は大丈夫ですか今聞こえてますかそうだから真ん中の人はね割と最初は聞こえてたらしいですね。うんはい、という言い訳は別にしてそう何言ってるかあの自分で聞き直しても分かりづらいところがあるので字幕つけるのは今ちょっと難航してましてですね、まあ、必ず上げますのでご安心ください。ははい、えーとえー、と今日はですね お口を先にじゃあつらっとしちゃいましょうえー、っとね大地山本大地山本大地山本大地君のですね新婦が出まして僕まばなわがプロデュースをさせていただきましたこれ今これ流したらえだ流したらこの番組ごと消えてしまうんだ、えー、はいこちらです 第一山本パラダイスフューチャリングマーバナナということでありがとうこれはあのメジャーからアンダーグラウンドまでですね非常にあの評判がまあ、自分で言うのもまた自画自賛で申し訳ないんですけども評判が良くてですね本当にありがとうございますとありがとうございますそうこの前ねダウンロードしました買いましたって言ってくれる人がいてサブスクの時代にそう言ってくれるの嬉しいなと思ってね あありりががととうううごござざいいいまますすてるよそでね僕すごくその最近思うのがまあなんかプロデュースをしたりとかまあラッパーの人とかでオ、OK、ケトラックを作ってくれっていう依頼はもちろんあるんですけど作った後にそのトラックにもちろん頼っていい部分っていうのはもちろん。 たくさんんんあるんで全然例えばいろんな、ね、あの大地くんのもそうだけどビートを抜いたり、えー、なんかブレイク作ったりコード進行変えたりっていうのはもちろんやって当たり前なんですけど、まあ、シンガーさんもそうですねだから結構そのオケ、OK OK、で何とかしないとどうにもならないパターンっていうのは結構あってでそれはそうするべき時とその歌い手さんとかラッパー自身にその 自分自身のそのアレンジ能力みたいなのがまだ足りてない場合と両方パターンがあって前者の時はすごくいい作用をね今回みたいに起こすんですけどあの後者の方はもうなんかボーカルに対してボーカルがそのパワーがないがゆえにオケでも一いっぱい音詰め込んだりいろんなもうね仕掛け作りまくったりっていうようなことをしないと。 あの完成しないっていうパターンがあってだからあのなんていうんですかねオケ、OK、を作ってオケ、OK、に全てをこうなすりつけてくるパターンって、まあ、今は最近ないですけど昔は結構あったんですよ。オケ、OK、がダメオケ、OK、がダメっていうんですけどでも全く同じオ、OK、ケを別の人に歌わせてるとすごい良くなったりするんですよね。そそそそう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 だから あのー、歌い手さん自身にもやっぱり自己をこうプロデュースする能力っていうのがすごい必要なんだなと思ってで一回トラックを送った後に大地くんがなんかここをこういう抜いてほしいですとかもちろん言ってきたんですけどなんか同じ例えばバース1バース2の中でもバース2はなんか自分でメロディーを変えてたりとかここの下にハーモニーを乗っけて雰囲気変えてみたりとか自分で。 景色を変えるってていうこともしてたんですよで、ね、そうすると結構そのループミュージックとしての機能も果たすし、えー、ラッパー本人としての,そのやっぱりラップをみんな聴きたいわけなんでそのラ,ップほラッパー本人の,その魅力みたいなのもより伝わるじゃないですか。だからやっぱりそのプロデュースっていうがゆえに。 なんかもう100%丸投げみたいな感じっていうのは今最近はないですよ最近はないですけど昔はそういうのは結構あったんですよ。うんね、カラオケ状態みたいな感じのはプロとしてはどうなのかなというのは正直あの昔は思いましたね。はい、ということでえー、っとですね あいっぱい質問いただいてますね、ありがとうございます。えっと、DM でもいただいてましてですね。はい、えー、っと、あハービーのアクチャルプルーフ。はい、えー、あとインスタの方からですね、音楽の聴き方。あはいはいはい。あちょっとじゃあ、ハービーはあの調べておきますね、僕の方で。 あ、じゃあこっち行きましょうかね、えー、マーパ様こんばんは、えー、はいえっとライブでえー、っとあ、ビル先日のビルボードライブでいろんなドラマーさんのプレイの楽し,楽しみ方がわかるようになったらよりもっと楽しめるなと思ったんですはい各プレイヤーによっ では、下地になる音楽ジャンルは違うと思うんですが、その違いが分かりやすいポイントドラムプレイ全体のおすすめの聴き方。そういうとこ聞いてくれるとグッとくるなどのポイントがあれば教えてほしいです。はいえ、機戦。でももっと楽しくにするから綺麗なお話をお願いします。はい、ありがとうございます。えっとそうですね。今日はじゃあちょっと音楽の聴き方についてということで話してたので、ちょっとここれについてちょっとお答えしていきましょうかね。 あ、すみませんね。すみませんね。<laughs> はい。ニック長谷川さん、すみません。はい、ありがとうございます。あの、えっとですね、音楽の聴き方というのはまあいろいろあるんですけれども、えっとまあだいたい三つの要素に分かれると思ってるんですね。で、えっと一つは。 まあメロディー、はいえー、歌詞ですねであとはですね、えー、まあリズムまあグルーブと呼ばれるものですけど、はいねはい、そうこのね YouTube ライブはね徐々にみんな集まってくるんですよ。 インスタって通知がいくのでドアーってくるんですけど YouTube ライブはね徐々に集まってくる。はい、でまあこれがまあ大きな3要素なんですけどなんですけどこれはまあこの自分の YouTube ライブだから言いますけど割とね日本の j p o p シーンはここを聞く重要視する傾向がありますね。 これは良い悪いとではなくて傾向としてでえー、っとまあ最近の洋楽に関して言うと、まあ、こっちですよねリズムでねあとねこの前聞いて改めて思ったのはお隣の k p o p k p o p もね結構やっぱこっちですよ最近はそのやってることの あのトレンド的にどうかっていうのはまた別の話なんですけどそうそうそうだからどうしてもそのミックスで言うとそういうリズムを刻む楽器っていうのはどうしても小さくなりがちなのは割と J−POP の傾向日本の音楽の傾向だったりするのかなっていうまあヒップホップ勢はすごく先ほどいいなと思うあの音源いっぱい増えてきてますけどでまああとそうですねこう日本だとあのね こうバトル MC なんていうんだあれねあのラップバトルのあのあれとかすごいあれじゃないですかあのー、人気じゃないですかあれやっぱりそのリリックというか歌詞の内容が面白いからっていうのもあるかもしれないですよねそうだ誰かも言ってたけどあんなにねあのー、バトルが人気になるのはなってるのは日本ぐらいなんじゃないかって言ってる言ってる人もいましたけどうんね。 日本がメロディーと歌詞をきれいになじ,あなじむ気がします。そうね、まあ、よりその情景を伝えやすいっていうものはあるかもしれないですよね。結構英語の歌詞とか英訳してみるとなんかもう「君が好きで君が好きで会いたい」みたいな「そんな世界はもう素晴らしい世界」みたいな,んなんかそういうその先はないのかみたいな歌詞結構あるんですけど、うん、まあこういうイメージ。で 僕はもう一個ね提案したいのがですねはい何かテクスチャーでございますこれを言ってる人は今いないまだいないんじゃないかと僕は思ってるんですけどなんだかわかりますか皆さんテクスチャー。 まあ、第三世界ならぬ第四要素みたいな第四世界音楽界の第四世界みたいなね。で、あのー、これ何かっていうとテクスチャーまあちょっと日本語に訳し方い,いっぱいあると思うんですけど、えーまあ、端的に言うと質感ですね音の質感それは音を聞いたときに見えてくるなんかこうざらついた感じとかなんかああ重苦しいみたいな。 メッセージ性、特に歌詞とかでメッセージ性ではないんですけど音聞いた時のなんか「うん」とかなんか「あ」ってくるその質感そのものみたいな。でえー、っとね最近やっぱりサントラの世界でこれがすごく顕著ででまあエンジニアの世界で言うと最近やっぱりその低音がどうこうとか歪みがどうこうみたいな。 まあサーチュレーションと呼ばれるものなんですけど結構そこら辺の分野があの専門誌見てるとねあの特集があるんでやっぱりまあそれぞれに音色があるとしたら、えー、これも音色の一つではあるんだけど、えー、捉え方の一つでさっきサントラって言いましたけど、えー、とそうえっ、ー、とねテネット。 はい皆さん見,見られた方いますか映画ではい合ってますね雨っぽい感じ乾いた感じ、うん、インストそうインストはね特にテクスチャーが大事そうなんですで、えっと、テネットのサントラがねえっとまあ,あのルドビック・ゴランソンってもう本当に、えー、もう次世代を代表する えーまあ、プロデューサー、えー、作曲家、まあ、特に映画音楽の、ね、作曲もされてるしアイチャリ e シュガー・ビーノとかヒップホップの,、ね、あのプロデュース自体もしてるしそこの橋渡しになってるすごい人なんですよであのー、昔は、えー、と例えばジョン・ウィリアムスとかありますよねスティーブン・スピルバーグとかそうまあロファイとかそう,うまあそれもそうですね。えっ、ー、と 話戻すとえー、例えば E.T. のあの「ジャーんじゃチャじゃじゃチャチャンチャンタランであれとかもみんなが歌えるみたいなねっ「ジじゃんじゃんじゃチじゃャじゃんってありますよね「スター・ウォーズ」とかねだかみんなが歌えるっていうのが昔のサントラのなんかこうあれだったんですよ。だけど えー、ルドビック・ゴランソンで出かけたテネットのサントラあとはもうちょっと行くともう巨匠であるハンスジマー単純にハンスジマーとかを、あのーねえー、口で歌ってみてって言ってね歌える人はまあ少ないんじゃないかと思うんですよね。うん、インセプションの、ね、テーマとか、ね、歌えますか今皆さん。<laughs> ね歌えない人多いと思うんですよ。 で、あのでもすごいんですよ。もうボーンですよ。そうそうそうで、例えば、えっと、そのルドヴック・ゴランソンのテネットのサントラチク、サントラとか聞くと、もうガカ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 とそれだけなんですよ。それってまあリズムもあるんですけど、ある意味その音色でこうずっと聞かせるメロディーではないその音の質感なんですよね。テクスチャー。 そのもので、こう。聞く人を圧倒するっていう。そう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 。そう、昔はよりメロディ重視だったってことですよ。だから、それはね、あの。演奏楽器、昔は生楽器が結構主体だったので。えー、っと、まあ、シンセサイズ入ってきて、シンセとか、そういうのに。あの、一回対等はしたんだけど、また最近。生楽器になってきて、で、また今度。 そのハンスジマーとかがそのオーケストラに対してシンセサイザーとか打ち込みとかを取り入れたっていうのもあってまたちょっとこうな印象あそうでえっとそう生のあれをちょっとお話ししたんですけど例えばじゃあ うちらはオーバルとか生楽器あとはマイキーとかも結構ね生でカン、まあ、ちゃんとかも生ピアノで音を聞かせたりするあとはロックバンドとかもそうなんですけど生楽器を主体とした、えー、バンドはじゃあどのように音を鳴らしているかどういうふうに音が構成されてるかっていうのを聞くときに、えっと、まずねギターと、えー、ドラムとベースっていうのが、まあ、例えばロックバンドだと普通だと思うんですよ。 ででそれ3人人すよね3人なぜ3人だけであれだけの音の分厚さが成り立っているのかあれだけ音の分厚さを感じることができるのかっていうね、まあ、それもある意味テクスチャーの一つであるとは思うんですけどもでこれは、えー、いわゆるとと呼ばれるものだと思うんです、ね、エフェクトエフェクトとまたちょっと違うんですけど まあ倍音と呼ばれるものなんです。でこれはすごくね、あのー、重要で。例えばね。えー、っとね。ベースがある。ここにベースがあります。何も。アンプも通してません。ここ,この生の音聞こ,聞こえると、ちょっと嬉しいんですけど。はい。聞こえますかね。 でえっ、ー、とアコギとか生ピアノとかねで生楽器まあシンバルもそうだシンバルもそうですシンバルもそうこれをだからこれで叩いちゃダメんだめなはいでえっ、ー、と まあ、広域、えー、中域低域でビーンって鳴らした時にピアノの音も高いビーンって音も鳴ってるんですよ。で下のゴーンっていうこのボディーの音も鳴ってるんですよ。で ガーンって叩いたフェルトで弦を叩いたガーンって音も鳴ってるんですよだからこれだけの要素が一つの楽器にも含まれてるんですねでシンバルも今シャーンって鳴らしましたけどシャーンって鳴ってるんですよ上でだけどシンバルのゴーンっていうのも一緒になってるんですよねでいわゆる一つの出してる楽器の情報量が多いんですね そうこれが倍音なんですこれはメロディーとか歌詞とか,とかやっぱ関係ないんですよ。だからあのバンドとかドラ,ムだド,ドラムだけですごい上からすごい下までその楽器界で一番周波数のの幅がが広いのがドラムだってて言われてるんですよそうそうそうだけどシンセサイザーっていわゆるポーっていうサイン波なんであ,のある周波数の帯域しか音が鳴ってないんですよね。だから まあある意味それを逆手に取ったテクノとかああいうミニマルな音楽っていうのはかそれがかっこいいと思って打ち出されてる音楽なんですけど逆にそのシンセサイザー一本だけだとどうしてもバンドの音のレンジの広さにはかなわないんですよねそうクラシックもそうですよねクラシックは、えー、バイオリンたんちっちゃい木の箱に弦張っただけでねこの部屋の響きを取り込んであんな素晴らしい音になってるあれはもう倍音の 増幅の塊みたいなものなわけですよそうそうそうだからアコースティック楽器っていうのはだからすごいんですそうだから皆さんが普段聴いているバンドまあレンジとも言いますねそういったバンド音楽っていうのは一つ鳴らした音に対していろんな音がいっぺんになってるんですね一人の人が弾いたものがだけでもだからそういう聞き方で聞くとまた、あ、違った聞き方ができるんじゃないかなという ことなんですよ、ねはい、そうだ最近の,その、えー、テクスチャーという意味で言うとそのレンジと、えー、あとあ、まあ、レ,ンジかレンジとかそういう部分の解釈ができるんじゃないかなというのが僕の、えー、第4の要素ってことです。はいまあ、こんなこと一考えながら聞いてるのもま,あま,またそれはそれでどうかなと思いますけどねデート行って。 多分すごいあの初デートとかでかれると思いますけど。でですね今日もう一つ紹介したいのがあの音楽の聴く楽しみ方として、えー、すいませんねちょっと今日一問一答みたいに今日なっちゃってますけどあの、えー、とミュージシャンそれぞれの まあ演奏の癖っていうのはまあ当然あるわけですよね。で例えばねあのー、この、えーまあベースがありますのでこれ皆さん聞こえてますかベースの音。 聞こええててなかったら教えてくださいね、はい、で例えば C の音が鳴る音楽の時にその C の音に対してどうやって向かっていくかっていうこうやって例えば音符が並んでた時に A さんは こうこの音符に向かっていくでも C さんはこう向かっていくいやいや B さんはこのままスコーンって鳴らすよみたいなだから一つの音を鳴らすにしてもそれに向かってどう動いていくかっていうのもその人の癖なんですよねで、えー、っと僕が好きな曲でねアリシア・キーズのアンブレイカブルって曲があってそれをちょっと今日ね実際実演してみましょうと でこれはあのソウルシンガーのエディ・ケンドリックス「えー、インティミテイト・フレンズの」の、まあ、サンプリングなんですね。そういった、まあ、サンプリングもとしてるのもちょっとこのフレーズがですね、はい、ありますね。 今のフレーズちょっとリズムを話しましょうかはい、まあ、これが基本のフレーズなんですよレイドバックも方法の一つですねじゃあこれをまばなななりに色をつけたらどうなるかっていうと まあちょっとあの引っ張ってるっていうのもあるんですけどえんていうんですかね普通に弾くとね <music> なんですよ。で。 そうまあちょっと今即席なんであれなんですけどえっ、ー、といわゆる この。でいくまでに。わかります。下から行くんですよ。僕一つの音から対して。下からこう駆け上がっていく感じ。そうするとね、こう粘りが出るんですよね。で。かつゴーストを入れるっていう。この。 のこの <laughs> このこの音これがいかに大事かっていう普通に弾くとこれがまあ音符通りなんですけど。 そう,そうそう、そう、まあ、なんか簡単なこういうことですよ。で、これはね、割とあの折り紙アーティストの人たちには。えっと、共通している言語なんですね。信号値とか、僕はまあ、信号数値から結構影響を受けた部分が多いんですけど。そう。この上がっていくきも、普通にやると。ってなるんですけど、自分の場合、ちょっとこの。 これとこれの違いわかるかなちょっとだけミュートするんですよこのそうそうっていうよりかはうん。 うん、ちょっといいや。まあこういうことですよ。はい。今日初めて弾きました。だからその譜面に書か,書かないあの描けない要素、書いてると切りがない要素っていうのはいっぱいあるんで。 そこのこう解釈の仕方みたいなのがやっぱり演奏者それぞれぞ違うんですよねまあ、歌い手さんなんかみんな違いますけどそうだから結構その慎吾鈴木とかは居酒屋行ってジャズがよく流れてますけどそこで「このプレイヤー誰ですかね?」と俺が聞くとあのちっちゃいあの上,です上のスピーカーから流れてるジャズを聞いて「あこれトランペットなんとかだね」とか「あペベーシストなんとかだね」とか言って大体「しゃざむ」したら当たってるんですよ。 それはやっぱりその人それぞれのその音に対しての向かかい方を全部こう知ってるからなんですね弱くいくのか強くいくのかもそうだしそう。っていうことは最初に言った音のテクスチャー、まあ、その人のこう癖みたいなねそのディティールと呼ばれるものをね信吾鈴木は分かって聴いてるわけなんですね。はい、という音楽の <laughs> えー 聞き方でございます。はい。ジャズ、ジャズは、えー、それなりに聴きましたって感じですかね。はい。あのセッキーとゴッチさんに比べるとだいぶあれです。あの僕はまだ初心者だと思います。はい、そうなのでえっ、ー、とそういうことを考えると割とインストが聴くの聴けるようになったりとかあの単純にクラシックのコンサート行くと楽しいですね。うん。 クラシックのコンサートいいんですよサントリーホールとかまた行きたいんですけどねすごいんですよもうだからクラシックってもう PA のスピーカー使わずにあれだけの音が出てるんですからこれもう一つね解説すると、えー、バイオリニストの人って下手、うん、くそー こうバイオリンがあるじゃないですか。あ、ビッグバンドとジャズのビッグバンドもいいですね。はい、で。バイオリンがあるときに。基本的に。ここでマイク。取らないんですよ。こんな近くで取らないの。なぜかっていうと。この楽器の直接音をこんな近くで取るとね、キー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 しか言わないんですよ。バイオリンとか弦楽器って。 だいたいマイクってこの高いところから狙って響き全体を取、ね、そうでじゃあ何が大切かっていうと、えー、弦楽器の人たちは部屋が大事なんです空間が。つまりこの空間がいい空間でないと 気持ちいいでででで演奏できないより演奏奏ききなななよより楽楽器器が弦楽器なんですよだから「スタジオ今日どこですか?」とか「あ,あここは弦楽器取るからえー、っとねこの部屋じゃダメだ」とかいうことをね結構僕はあのー、エンジニアの人と話したりするんですよ。あここねあれだったらエレキギター取るからあそこのスタジオで大丈夫だねってでもその次のスケジュールで弦取る時は同じスタジオじゃなくて変えないとダメだねとかね。 そう風呂場でで歌うううとと上手に聞ここえるのもそういうことですねだけどあの弦楽器の人は、えー、ともう部屋がダメだと機能しないっていうもっとこう致命的な感じになってしまうので、えーまあ、よりこの風呂場で歌うよりさらに事情がシビアというかそうなんですよ。はい、ということで本日も5分オーバーしてしまいました。 えー、あとご質問なんかありますかね皆さん今日ちょっと一方的に喋って終わる感じになっちゃいますけど。ねまあこれ実際音楽聴くときにどれだけ必要かって言われたらまあ聴いて気持ちよければいいじゃんって話なんですけどなんかそういった裏側が実はあるんだよとかね自分が普通に聴いている声っていうのは あの楽器の音っていうのはそういう要素が含まれているんだよっていうよくこの前もあったけどあミソラヒバリの声がなぜすごいかって呼ばれるのは倍音がすごいんですよ低いところと高いところが同時に出ている宇多田,田ヒカルさんも同じだって解説されてましたね声の持っている倍音が凄まじいのでよりなんだかわかんないけど気持ちいいみたいな他の人にない声みたいなね アナウンサーさんの声とかやっぱりそういう魅力はあるんでまあそうですね人の声にもそういった楽器と同じ倍音があるというだから八百屋さんとか駅員さんとか逆にその倍音を殺してるんですよもう倍音を殺してるあの倍音が多い音っていうのは抜けにくいんですよね抜けにくいっていうのはうわーってこう人混みの中で みんながぶちゃくちゃ喋ってる中でとても聞こえづらいんですよそうだからミイシャさんもそうだったと思いますあの草野正宗さんもそうなんですよ柔らかい声ってよりかはあの人もすごくいろんな情報量が一つの声の中にあるのでいつもファミレスのところで注文を頼むときに声があのだいたい店員さん気づいてくれないって言ってましただからすいません とか言うと聞こえなさそうじゃないですかあ魔法みもそうですねすいませんって言っても聞こえない埋もれちゃうんですよ駅員さんとか八百屋さんみたいにすいませんって言うとグーンってくるじゃないですかだから情報量いっぱいもうね高いとか低いところまであるところを一個だけ突出させてザーンって行かせてるのが駅員さんとか八百屋さんのあの声なんですよねあれもちゃんと理由があってああいう声にしてるんですよ はいということで、あそうですね、えー、はい、えー、あちょっとね質問いっぱい来るとスクショしとかないとわからなくなっちゃうんですよね。まあちょっとね質問を適当にスクショしておきます。えー はい、とだうら、おばオーバーだから俺は注文のときは黙ってますね、基本的にはい。いということで、えー、次回はですね、はい、これ金曜日のほうがいいのかな木曜と金曜日、皆さん、どっちがいいですか。 木曜の方がありがたい。金曜日金曜日金曜日木曜日木曜日金曜日あ金曜日か明日週末まだ一日残ってるなあって憂鬱な木曜ですよねきっとね。金曜日の十一時ってなんかみんな配信ライブやってるからこういうトーク系のってなんか寂しいのかなとか思っちゃうんですけど。 じゃあ来週は金曜日にしましょうか。はいということで11月4日、はい11月4日金曜日夜11時にまたマばァアズルームでお待ちしております。まあ、あうちはアーカイブ見れますんでね、あのひとしきり配信ライブが終わった後このマばァアズルーム、アーカイブ見ていただいて。まあ、あと これ下世話で申し訳なく、まあ、申し訳ないですけどあの、友達、あ、友達登録じゃねえな <laughs> 友達登録じゃなくてチャンネル登録チャンネル登録ね、あの周りの人にも勧めてあげてくださいねはい、ということでまた来週11月4日11時にお会いしましょうババヌでしたおやすみなさい